立山寺は、富山県中新川郡上市町岩木にある、総当州の寺院。三号は、岩木山で、町名の岩木とは読み方が異なる。通称は、岩木の寺。寺名の通り、立山や立山信仰との関係が深い。全国でも珍しい、階層は、山の神と龍神の神霊による回帰の寺であり、立山権現と北海大龍にを回帰としている。 1370年解散で、立山権現が、木こりの姿となって端子を導き、寺院の建立を進めたと伝えられる。かつては、立川寺と名乗っていた。本寺は正しくは、元木山後国伝立山寺と称し、震災国33箇所、6番目の寺で、解散は、建徳元年総統集大、元山里下も知事二大河山将広史禅寺の、 皇帝大通る修霊禅寺による会である。七道伽欄の整った立派な寺であったが、永六年間、上杉謙信が、下越の治の陛下で、ほぼ全勝し、解散堂のみ残った。天正年間、笹成政が、富山城追記の時に神通川の神を沈めるため、立山寺に祈祷を命じ、札子、花村、極楽寺村の土地の中に寺寮を設定し、 立山寺の山の字から一角を取り、川の字にして立川寺と称せしめたと言われ、明治32年34世、長谷川隆英は、立川寺の事号を立山寺と改称したという。立山寺では300メートル続く、静かな津賀並木がある。岩木山立山寺の山道にある津賀並木は、県指定天然記念物にも指定されている。木は、樹齢400年、 高さ約20メートル、太さ3メートル前後あり、これほど巨木な並木は、富山県内では、立山寺のみである。寒栄の中頃、岩木山復興の際に、現在の旧上市町まで4キロメートルにわたって、植樹されたガラジューンの衰退とともに、境内地に最も近い、この並木のみが残された。幹の太さから、歴史の深さを思い知ることができる。岩木村は上、 市川戦場地の戦場部兵や及び団球場に位置し、かつては咲花とも、察し花とも記された。1605年三代藩主、前田利常が巡視した際、岩木山立山寺の由緒を聞き、察し花の字を岩木にして作家と読むようにしたと言われる。海山は、立山権現の次元によるとされ、山の神、竜神が大統領禅寺の再度を受け、 死の没後は立山人と竜人が、海山の墓所に灯明をあげたと言われ、毎年七月三十一日の夜には、岩木山の庭の松の小杖に、立山の絶頂より飛来した山を海中より、飛来した竜頭ともに泊まる。ゼオ山頭竜頭と言われ、世に、竜頭として海中より日の出るのは多けれど、も、山頭、竜頭が一度に、松の小杖に泊まるのはケウのことであると言い伝えられる。 ありがとうございます。